皆さんこんにちは。本日はミュージカルセーラームーンファン感謝イベントご来場いただき誠にありがとうございます。さあそろそろ始めてみようかな。座布団席のお客さん元気ですか？いいですよ。お客さん乗ってますか？イエー乗ってるか？イエー乗ってるか？2階席乗ってるか？それでは大変長らくお待たせいたしました。ミュージカルセーラームーンファン感謝イベント始まります。幕開けからの登場は今まで一回もございませんでした。新タキシード仮面です。皆さんはじめまして。新タキシード仮面千葉守役をやらせていただきます、浦井健二です。よろしくお願いします。歴代のタキシード仮面をやられた方の名を汚さないように今までの方の10倍いや20倍頑張るつもりです。どうかよろしくお願いいたします。こうやっている間にも今胸がドキドキしている方が約2名います。そうやってずっとドキドキしてればいいさ。すいません字が出てしまいました。すいません。それではドキドキの新セーラー選手を紹介したいと思います。新セーラージュピター。はじめまして。新セーラージュピター木野誠役の杉本彩乃です。今は本当に胸がドキドキで心臓が飛び出ちゃうぐらい上がっています。私は顔はしっかりしてるってよく言われるんですけどまだまだ若いです。ういういしいです。結構ずぶといね。お前だよお前。こういう人間関係にも徐々に慣れていきたいと思っています。応援よろしくお願いします。はい、それじゃあ次の新人行こうかな。皆さんはじめまして。本当のちょっと子供です。新セーラーサターン巴ホタル役の柿内彩美です。舞台経験はあります。知ってる人は知ってます。ですがまた新しい気持ちでこのセーラーサターン役に取り組みたいと思います。よろしくお願いします。セーラー選手の中ではいつもサターン役の人気が一番だと聞いてます。どっから聞いてんのよ。あゆみ言わしておきなさい。人間関係も結構単純だと聞いてます。どこから聞いてんのよ。とにかく私が一番可愛いと思って頑張ります。よろしくお願いします。新マーキュリー違うだろ。ツッコミありがとう。再びセーラーマーキュリー水野美和子をやらせていただく川辺千恵子です。
ありがとうございます。私は天才役ですが、自分でも天才だと思ってない。全員のツッコミありがとうございます。天才のような女優を目指します。もう可愛いだけの私じゃありません。誰も言ってないって。余計なツッコミやめて。可愛いだけじゃなく、歌も踊りもお芝居も前よりうんとうんと努力して、口だけの知恵と言われないようにします。またまた応援よろしく。終わりましたでしょうか。ぶりっ子より内容で確実に勝負いたしたいと思っています。川辺千恵子は眼中にありません。目標はあくまでブロードウェイです。100年後には。そういう風にね、めぐみはね、最後の根性が足りないんだぞと言われないように落ち着いて、最後の最後まで今度は先輩たちについていきたいと思っています。100年後まで応援してください。皆様の愛の女神セーラーヴィーナス愛の都役の村田由美です。ありがとうございます。愛の愛言って呼んでください。言いにくい。ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、愛のあゆ、愛のあゆ、愛のあゆでした。あなたの燃える手で私を抱きしめて。ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、ジャズシャンソン歌手、シックなセーラーウランス天皇遥役の高木奈緒です。はい、ありがとうございます。私は可愛いとか頑張りますとか、もうそういう次元に僕はいません。すいません、今勝手に言わさせてください。天空をかけるペガサスのような自分でありたい。勝手になってください。遠くの地平からみんなを見守る、そんな僕があってもいいじゃないか。早くしなさいよ。すいません、前説に影響されちゃって。違うお稽古で疲れてるの。はい、頑張ります。よろしくお願いします。お久しぶりです。セーラーネプチューン海洋満ちる役の浅見優香です。ありがとうございます。長々言いません。女は黙って、勝負の時、浅見優香でした。ご存知セーラープルート冥王刹那役の保坂優子です。女は黙ってと言いたいところですが、私元来の潔癖症で、もう汚いところとか掃除しない楽屋とか大嫌いなんですよね。まあ役柄とか関係ないんですけれども、今回もお掃除お姉さんとして口やかましくしていきたいと思います。それでは皆さん、とうとうこの時がやってまいりました。なんかこう言ってる私もドキドキしてしまいます。それでは皆さんに私たちの新しいプリンセスを紹介したいと思います。新セーラームーンです。闇夜に目
はい、それではご紹介いたしましょう。4代目セーラームーンです。ご紹介に預かりました。4代目セーラームーン月のうさぎ役をやらせていただきます。黒木まりな12歳、中学1年生です。セーラームーン役の最年少だとお聞きしました。すいません、慣れない言葉遣いで口が回りません。もうめちゃめちゃ超頑張ります。ありがとうございます。先代の神戸美雪さんを見習ってめっちゃんこ明るい作業やります。あんまり文句言わないでくださいね。長い目で見守ってください。わかんないことは全部皆さんに聞きます。でも掃除は自分でやるのよ。はい。それではここでミュージカルセーラームーンの恒例の行事をさせていただきたいと思います。にぎにぎしくプリンセスティアラの交換です。久しぶりです。3代目セーラームーン役の神戸美雪です。私がセーラームーンに初めてなった時は15歳だったんですけれども、12歳ですよね、はい、中学1年生、はい、いや若いですよね。私ももう1年半やってもう17ですから、いやはや、もう頑張ってくださいね。はい、さっきですね、袖でリンクを見てたんですけれども、すごく立派に踊れていまして、なんかもう私よりねリンク上手いなって思ってなんか12歳の元気なノリが出ててすごいなんかかっこよかったです。ありがとうございます。いえいえいえ、でもですね、やっぱ舞台、本舞台といいますか本番が始まりますと、いろいろなアクシデントができるわけなんですよ、はい、ちょっと対抗意識を持ちまして、はい、じゃあちょっと質問するので、はい、どういうふうに対応できるか言ってみてくださいね。まず歌詞を忘れた時、歌詞を忘れた時、これちょっとダメですよね。さあどうしますか。マリナさんが歌詞を忘れちゃいました。笑ってごまかす。おー、うさちゃんっぽいですよね。でもそれは間違ってます。それはですね、ラララララで続く、ラララララでやるんです。はい、ラララララで、ラララララでどん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 言ってください。ラララララ、ラララです。さて第2問いきますよ。踊りを忘れました。これ私よく忘れたんですけど、まあ、これも最低なことなんです。どうしますか、マリナさんだったら。その前止まって、はい、リズムを取って、あ、いいね、いいですね。それも間違えてました。いいんですけどね、ごめんなさい。ね、これ一つちょっとコツなんですけど、はい、手をねこうやるだけで、そうそう、それでもうね3拍ぐらいもうね使えるんですよ。これそうやってやってたってことだよね。そうやってた、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 ラララーとかやってたんですよね。そうやってたんですよ、はい、おかしい。でもみんな多分分かってないんで、ね、あ、そうだそうだそうだ、タキシード仮面様いませんよね。タキシード仮面様、あ、いらっしゃいましたね。タキシード仮面様もぜひさっきのコツを使ってみてください。ラララでもさ、さっきのさ鏡に向けたラララララいいな、違う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 、そうじゃなくて鏡に向けたんだる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 かっこいいでしょ。そこがね、タキシード仮面様らしくやればいいのね。英語を喋ってるかのように、ラランダランダランダランってやっておけばいいんですよ。まあ、そんな感じでね。はい、ということでですね、それではここで新セーラームーンと新タキシード仮面様のお二人に、あ、やってしまいました。まだね、仕切り癖が治っていないものでついつい仕切ってしまうんですけれども、これが本当の最後の仕切りなのでやらさせていただきます、はい、よろしいですか。やりますよ。新コンビの門出を祝いまして、ここでデュエット曲を歌ってもらいましょう。どうですかお客さん。大拍手ですからね。皆さんもお二人のラブラブをぜひ見たいと思うので見せつけちゃってください。いいですか、選曲ももちろん私がしました。デュエットナンバーより You are my jewelry、 どうぞ。
輝く君の瞳は宝石よりまばゆい。その目で見つめられたら世界中イチコロさ。するキャストといえばもちろん親族に決まってますね。あなたもお仕事するのよ。はい。それではセーラームーンより若いといえばこの子しかいません。置いといて、新チビムーンの登場です。皆さん応援よろしくお願いします。会場のチビっ子も一緒に歌ってね。ごめんね、ノエルちゃん。自己紹介の続きをどうぞ。小さい頃から大好きで見に来ていたセーラームーンの舞台に
ちびうさ役で出れるなんて夢にも思っていませんでした。今までのちびうさに負けないように一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくね。はい、よくできました。皆さん、夏登場、夏公演に登場する可愛いちびっこはノエルちゃんだけじゃありませんよ。もう2人のキャストをご紹介します。どうぞ。はい、どうもありがとうございました。うわー、すごいいい曲で、もう感動っていう感じでそれでは2人に自己紹介をしていただきましょう。ブラックムーン一族の子供アロンという役をやります、アダニア渚10歳です。舞台に立つのは初めてなのですごく緊張しています。でも一生懸命頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。同じくブラックムーン一族の子供マナを演じます鈴木かすみ10歳です。こういう風な体験経験は初めてなのですごく緊張していますが、その緊張に負けないように頑張ります。2人はどういう間柄なんですか？二卵性ソーセージです。お、難しい言葉知ってますね。じゃあ劇中2人はどういう役柄なんですか？そんなことわかるわけないでしょ。そうよ、質問のレベルを考えなさい。少し頭の使うタキシード仮面になってくださいね。どうもまたぎこちないからおせっかい焼きたくなんのよね。ねえ、ほんと困っちゃうね。バカくさ、月に変わっておっしゃきよ、みんなで参加しちゃいましょうコーナーです。このコーナーは会場のちびっこにステージに上がってもらって、私たちと一緒に月に変わってあっしゃきよのポーズを決めてもらっちゃうんだよね。このビデオを見ている良い子のみんなもこれを見て、月に変わっておしおきよのポーズを決めちゃってくださいね。それと今回会場に来てくれた友達でステージに上がれなかった
子は本当にごめんなさい。それではまずチビムーンが見本をするのでよーく見てくださいね。せーの、月に変わって発射機よ。みんなできるかな、できるかな、できるかな。みんなチビムーンのを見てやってみようか。ね、やってみようね。はい、じゃあラスト、もう一回、最後です。最後だからね、決めようね。最後頑張って決めてみましょう。ハイドラミは決めてね。せーの、月に変わって発射機よ。はい、皆さん大きな拍手を。バイバイ。それではみんながあんまりにも上手だったんで、ここで会場のみんなと一緒にムーンライト伝説を歌っちゃおうかな。賛成の友達。その前になんと今度バンダイさんがみんなが歌うのにとっても楽しい製品を作ったんですって。なになに。じゃーん、なんとセーラームーンになりきって歌っちゃうというその名もカチューシャマイク。その機能を説明したね。なりきりカチューシャヘアと一体になっているヘッドセットマイク、そしてこのベルトがスピーカーになっているんだよ。ぜひみんなもセーラームーンになりきって歌ってね。そして私もこのマイクをつけてなんと歌っちゃうんだよ。その様子を早速みんなに見てもらいましょう。うん、まずお届けするのはアニメセーラームーンよりムーンライト伝説、どうぞ。Thank you.
でお届けするのは各セーラー戦士のテーマ曲4連発。なんと途中から意外な、あ、それ以上は言っちゃダメ。見てからのお楽しみでしょ。そうでした。それでは行っちゃいましょう。ダI'm not afraid to die.
って世界よ。赤い炎のメッセンジャー世界よ。いや、いつ見ても感動しますね。いや、本当にすごいですね、はい、もう私はね、このジグザグジグザグスマッシュっていうのがもうすごい感動しました。あ、そうですか。はい、あなたたちは誰ですか。あれ、あなたもしかしてたくま聖子さんじゃありませんか。お懐かしい。嬉しい。いくわよ。ワン、はい、ツー、はい、ワン、ツー、スリー、ヤッ、ドッタラダン、ドッタラダン、バーサンダッドバー。ありがとうございます。多分私のことを知らない人は何がドッパンやねんって感じだと思うんですけども、前回のですね、ドラクル序曲の時にマネチャーズやらせてもらいました。はい、今回はちょっと違う役なんですけども、知らない方のためにちゃんと自己紹介させていただきます。今回はですね、ブラックムーン一族のあやかしの三姉妹コーアンという役をやらせていただきます。どうぞまたまたよろしくお願いいたします。ハンドマン、はい、頑張れよ。はい、頑張ります。してるからな。ありがとうございます。ところで富永健二さん、はい、あなたはどんな役なんでしょうか、今回は。今回僕ですか。はい、今回僕はドキドキチクタクヒロヒロラガーマンって役やります。バカにしてんですか。バカにしてないよ、そう言われたんだよ。でも内容がね、僕もわかりません。今回は地でやれる役なんですか。できるわけねえだろ、地で。できますよ、セーラーなくて。まあ、そうそう、揉めないでと。今回私たちがここに出てきた最大の目的は、あ、そうだった、はい、次のコーナーの司会進行役でした。そうなんですよ、はい、さーて次は皆さんお待ちかねのセーラー戦士質問コーナーです。とその前にミュージカルの情報をお伝えしているコーナーがあったのですが、時間の都合上短くご紹介しますね。まずは夏公演のタイトル、誕生暗黒のプリンセスブラックレディ。ところでブラックレディって何。これはね、ちびうさがブラックムーン一族に洗脳されて悪い大人にされてしまったの。大変だ、早く助けに行かないと。まあまあまあ。そしてブラックレディ役の方に特別に来てもらったので、早速ご紹介しちゃいましょう。なんと今日は特別に、え、ブラックレディ役の川崎真央さんが登場してくれます。大きな拍手でお願いします。はい、という形でお久しぶりでございます。久しぶりです、はい。出来たてのカツラと衣装を身につけて、はい、登場してくれました。ではまずご自己紹介からよろしくお願いいたします。皆さんお久しぶりです。初代ちびうさ役の川崎真央です。原作同様ちびうさだった私がブラックレディとして戻ってくれたこと、役者として非常に嬉しく思います。また新たな川崎真央を見てもらいたいので、皆さん夏楽しみにしていてください。皆様に一言、夏の公演に伺いいたします。かっこよくて魅力的なブラックレディを演じられたらと思っています。すごい皆さんには、うん、あ、この役は私しかできないって思ってもらえるように、皆さんと一緒に素敵な作品作っていきたいと思っています。皆さん見に来てください。はい、それではもう一度川崎真さんに大きな拍手をお願いいたします。準備の方が整ったと思います。それでは行ってみたいと思います。ミュージカル質問コーナーの時間です。大きな拍手でお願いします。はい、それではお二人引き続き司会の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでですね、ミュージカルの、この戦士たちにですね、セーラー戦士にぜひともこういう質問がしてみたいっていうのをですね、今からちょっと伺いたいと思います。はい、質問お願いします。セーラームーンは何色が好きなんですか。セーラームーンが、セーラームーンは何色が好きですか。じゃあ、セーラームーン何色が好きですか。これみんなに聞きましょうか。みんなに聞きますからね。そうですね、はい、じゃあ皆さんお願いします。ジュピだったらやっぱ緑だと思うんですけど、うん、私自身はまずの赤が好きです。私はオレンジも大好きなんですけど、はい、もっと好きなのがピンクで、うん、部屋が全部ピンクなんですよ。あ、部屋がピンクなんですか。なんかピンクって言ったらね、なんかお友達とかはやらしいとか言うんですけど、はい、そういうピンクじゃなくて可愛いピンクなんです。
可愛いピンクですか。なんか、はい、いいですよ。と私は赤とあとピンクが好きです。あ、ピンク人気ありますね。はい、はい、あ、ピンクが好きです。はい、私はもちろん青が好きなんですけども、うん、さっきも言ったようにちびむみたいなピンクが大好きです。可愛いですよね。綺麗ですよね、光ってて、はい、本当に。そうですね。これ普通でしたね、今ね。はい、普通に答えてもよろしい。もう普通に、普通に。いや、普通でいいんですよ、普通で。いいです。いや、普通でいいんだよ、普通で。え、本音ですよ。本音で。はい、質問何か分かってるか。なんか、横からバナナ黄色、バナナ黄色って言ってるんですけど。なんかね、バナナが好きってね、最初言ってね、ずっとバナナ好きみたいな。そうなんですよね。黄色が好きです。あ、どなに。やっぱり黄色なんですね。私は黄色とピンクとオレンジです。はい、原色系が好き。あ、明るい色。ピンク色が好きです。おい、ちびムーン色ですか。はい、はい。ありがとうございます。そうですね、基本的には、はい、海が好きなので、はい、ブルーが好きなんですけど、うん、今はちょっとオレンジに凝ってまして、オレンジを身につけるようになりました。うん、確かに明るいからね。なんか稽古場とかでもオレンジの、オレンジ着てるでしょ。そうそう、オレンジが好きね。はい、はい、ありがとうございます。はい、私は黄色が好きです。うん、はい、なんか、ね、パッと明るい暖かい気分になれるので。ああ、なるほど。黄色が好きです。カーテンとか黄色だったらいいだしですよ。カーテン黄色です。おー。さすが好きですね。はいですね、私はこの衣装はあんまり明るい感じじゃないんですけど、はい、明るい色が大好きです。はい。私は黒とシルバーとえんじが好きです。黒とシルバーとえんじ、うん、渋い色ですね。はい、もう悪役だってよく言われますけれども、ブルートでございます。ブルートでございます。確かに。はい、ありがとうございました。あなた今回あやかしと三姉妹って兄弟の役じゃないですか。はい、私兄弟ですよ。ね、はい、三姉妹。三姉妹、はい、一番末っ子ですよね。はい、末っ子ですよね。末っ子ですね。末っ子ですよね。末っ子ですね。お姉さんいるってわけですよね。はい、さっき最多出場の遠藤アドさん。遠藤アドさん、はい、お姉さん。あの人今日来てないんですか。今日見てないですよね。遠藤アドン子は。遠藤アドン子。遠藤アド姉さん来てない。遠藤アドン子。あともう一人。はい、川崎美希ちゃん。川崎美希さん、綺麗な、うん、はい、お綺麗つかでっかいね。お綺麗つかでっかいですか。あ、来てないんですか今日。怒られますよ。いいんだよ、いなきゃ、いなきゃ、いなきゃいいんですか。じゃあ全部本音言っちゃってくださいよ。あいつらよ、はい、ちょっと乗ると思ってさ、はい、俺に対するダンスのステップのチェックが厳しいのよ。あ、そうだったんですか、稽古場で。そう、つま先で立ってないとか。そこはつま先立ちだとか。指をもっと伸ばせ伸ばせ、もっと遠くにあるぐらい指を伸ばせ、遠くの山を見てあげろみたいな。もうね、大変ですよ。あ、でも彼女たちアクションやるとね、やっぱりアクションの方はできないから。この間、はい、暗黒ライダーって役で出たんですけど。暗黒ライダー、うん、はい、出たのよ、ミキちゃんもね、アドちゃんも。暗黒ライダーっていうのがアクションするんですか。そう、うん、ライダースの格好をして、はい、ヘルメットかぶって。ヘルメットですか、はい、セーラー選手のちょっと立ち回りをやるっていうのがあったんですけど、はい、もう遠藤アドなんてもうヘルメットだけが大きくてね。もう細いですからね。もうこういう感じで、マッチ棒みたいになるんじゃないですか。体細いからもうマッチ棒みたいな。ね、おい、なんかマッチ棒歩いてるぞ向こうから。まあしょうがないですね、彼女たちに ね, ね、センスがないっていうか。センスないですか。センスがない。そこまでは言えないですけどね。踊ってみろよトミー、ちゃんとした踊りをな。あれ、これは振り付けの遠藤アドさんと、はい、あらまた、あらまた、これは同じような服ですけども、素晴らしい。川崎美さん、いやいやいや、会いたかったの、僕。僕って顔か。痛いぞ、これ。少しお久しぶりです。今回はあやかしの三姉妹、コウアンの姉役のカラベラスをやらせていただきます、遠藤アドです。よろしくお願いします。アドちゃん、アドちゃん、少しお久しぶりです。今回はブラックムーン一族の絶世の美女、緑のエスメロードをやらせていただきます、川崎美希です。イエイイエイ、絶世の美女。今回イベント初出場ということで、はい、初出場ですね。今まで男性陣いっぱいいた中で、はいはい、前説っていうのは初めてですよね。あ、そうなんですか。僕初めてセーラームーン史上始まって以来。以来。あ、そうなんですか。僕なんか初めてだからやるもんだろうなと思って。全然ですよ。どうです、やった感想は。いや、やっぱ緊張しますね。お客さん温められた自信はありますか。お客様がね、もう早くお前、早
早くお前もういいよもういいよ早く始めろよっていうね感じがねビシビシとねします伝わってきましたはい、はい、それではよろしいですか、はい、音楽は始まってからのお楽しみです、はい、どうぞ。この夏は絶世の美女をエッセデミロード役をやらせていただきますエスメロードはい、すみません、この夏はプリンセスデマンドをやらせていただきますプリンスだはい、すみません、こんなに女らしくなったにもかかわらずプリンスにさせていただきます、小野光でございますよう本当に忙しくてね、今日飛び入りなんですよ。稽古も全然してなくてマイクとかこんなになってましたねもう本当にドキドキです。体大きいのにのみの心臓って感じでねはい、はい、ありがとうございますもうね、稽古出てないのにこんなセンターで歌わせていただいて本当にすいません。いやいや、とんでもないです。明日、明後日は出れないんで今日だけの、はい、サービスです。サービスということで、はい、小野光さんにやってきてもらいました。光さすところ
これまた恒例になりました、ステージ日替わりデュエットコーナーです。今回私たちも歌ってるんだよね。うん、けど千恵子めぐみコンビが一番ね。ほっといて、早速見てみましょう。どうぞ。私の子何でしょう。はい、はい、まあここ最近のイベントで恒例になってまいりました、はい、イベント出演者全員によるメインイベントの歌です。はい、曲は愛より宝石かぐや姉愛は尊いわ宝石よりも生きてるだけなら可愛い
っても可愛いと思う人、元気よく手を挙げてください。はい、アホか。ちなみに僕の誕生石はペリドットです。プレゼントお願いします。聞いてねえよ。私の誕生石サファイア、クルナブルーが頭に効くのよ。お守りにするならターコイズ、身につけてると頼れるボディガード。10月はオパール、小さな宇宙、いろんな色ひしめいて燃えてゆく。私の誕生石もちろん真珠、愛と正義の月の涙だよ。宝石の王様ダイヤモンド、海の水がいいな、愛のクアメリ。僕と私と炎のガネット、闇に輝いて迷う私たちセーラー戦士も、夏のミュージカルはブラックムーン一族を敵にするということでですね、なんと外部の方もブロークンメビウスという新テーマ曲もあるそうなので、私たちも気持ちを新たに頑張りたいと思いますが、この新セーラームーン、ジュピター、サターン、そしてチビムーン、本番までにはもっともっとパワーアップしていくと思いますので、応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではいよいよこのイベントの最後の曲となってしまいましたが、最後の曲はもちろんこの曲、 21st Century 恋の戦士じゃいられない。星と星が
リナは初めてのイベントだったけどどうだった？いろいろ失敗とかしちゃったんだけど、これからどんどん成長していくので、マリナセーラームーンを応援してくださいね。でもマリナは初めてにしては100点満点だったよ。うそ、嬉しい。私は今回2回目のイベントで初のデュエットだったけど、ジェイコ・マーキュリーの新しい一面を見ていただけましたか？見たよ。はい、というわけでこれからも応援してくださいね。みんなで素敵な作品を作っていきますので楽しみにしててくださいね。それではまた劇場でお会いしましょう。